セント・デイビッツ死者は、イギリスの死爵貴族、連合王国貴族爵位フィリップス順断爵を前身として、自由党の政治家、ジョン・フィリップスが九百十八年にジョイされて以降、フィリップス家が保持する。文家筋に、ミルフォード断爵家がある。四代順断爵ジョン・フィリップス家はその歴史を十二世紀にまで、紐解けるウェールズ出身の旧家で、そのソアロン・アプリースは、 失神のリチャード一世に従った人物であるという。その子孫ジョン・フィリップスは、ペンブルックシャー選出の庶民委員議員を務めた後、1621年11月9日に、イングランド順断尺くらいの順断尺を授けられた。ジョン以降は、直系男子による継承が続いたが、その元孫にあたる五代順断尺、エラスムスの後はその弟ジョンの系統に移行した。 その孫にあたるリチャードは、トーリー島の政治家で、1776年6月29日に、アイルランド貴族として、ミルフォード男爵に上された。しかし、彼の息子は、トラファルガー海戦で戦死していたため、男爵位は彼一代で廃絶している。他方、純男爵位は、初代純男爵の三男ヒュー・フィリップスの系統にまで、遡って、その子孫ローランドが継承した。 八代殉談尺ローランドは加盟にローアーンを加えたほか、最終的に三重イを生命とした。彼の後は弟ウィリアム、その息子ゴットウィンの順で継承されたが、ゴットウィンがわずか17歳で没すると八代殉談尺の継承も途絶えた。殉談尺位は親族のジェームズが相続されるとともに、以降は彼の子孫によって続いている。 かつての一族の居城をピクトン城。七代順弾尺の頃に一族の手を離れた。初代尺が邸宅を構えた、リッドスティップヘイブンの海岸。十一代順弾尺、ジェームズの孫にあたるジョン・フィリップスは自由党の政治家で、ミッドラナークシャー選挙区やペンブルックシャー、選挙区選出の庶民委員を務めた。彼は1908年に連合王国貴族として、 ペンブルック州におけるロック城のセント・デイビッツ断尺に除された後、1918年にもペンブルック州リッドステップヘブンのセント・デイビッツ死尺を授けられた。これが現在まで続く死尺家の短所である。ジョンは、戦災との間に二人の息子がいたが、いずれも第一次世界大戦で戦死していたことから、五歳の長男、ゼスティンが爵意を襲った。また、初代死尺の五歳、 エリザベス・アブニー・ヘイスティングズは1921年に古いイングランド貴族社区位のノッキンのストレンジ男爵、ハンガー・フォード男爵及びドモリンズ男爵の停止解除を受けたため、彼女の息子、ジェスティン以降は一連の社区位も歴代死爵区の従属爵区位に加わっている。ジェスティンの彦にあたる第四代死爵区、ロドリーが死爵区下当主である。2020年現在、彼には 子供がおらずその弟ローランドにも男子がいない。したがって、ロドリーおよびローランドがこのまま男子なく指揮をした場合、セントでエビッツ子爵、男爵は廃絶することとなる。また、三つのイングランド貴族爵位も弟、ローランドの娘の間で保持者不在に陥る可能性がある。かつての一族の居場には、ペンブルックシャー州、ハーバーフォードウエストに位置するピクトン城があった。 一族と爵位に係るモットーは、愛国心こそ、我が原動力。現当主である第四大戦とデイビッツ死釈ロドリー、フィリップスは、以下の爵位を有する。ただし、現当主は順段爵位に関しては、その継承権者と証明されていないため、推定である。爵位の推定相続人は、現当主の弟であるローランド・オーガスト・ジェスティン、エスタニス・ラオ・フィリップス閣下。 彼以外にセント・デイビッツ子爵、男爵の継承権者は存在しない。ストレンジ男爵、ハンガー・フォード男爵及びドモリンズ男爵くらいの共同推定相続人は弟の娘であるアンバー・フィリップス及びシャーロット・フィリップス。純男爵くらいの推定相続人は親族の第四代ミルフォード男爵外フィリップス。純男爵位は、爵位と異なり、 順断尺という肩書きだけ与えられる。他の順断尺くらいと区別する必要がある場合にのみ、生命をつけたり、由来する地名をつけたりして区別する。英語版記事においてはその領地指定部分がピクトン状とされているが、出典は全てピクトンとなっていることから、本校もその記載に従う。ストレンジ断尺位は、第5代ダービー伯尺の死後、ハンガーフォード断尺位及び、 ドモリンズ男尺位は、第11代ラウドン白尺の死後にそれぞれ、保持者不在となっていた。ありがとうございます。